はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビージです。では、今回は、ギレンの矢は青き星の覇者、続きをプレイしていきたいと思います。で前回はですね、ホワイトベース隊、ブライトやアムロ、カイニ、ハヤトといった部隊と交戦しました。で今回はその続きになります。では、まずですね、ザク2回が配備可能になったというところからね、見ていきたいと思います。格段に性能が向上しているということなので、内容を見てね、配備するかどうかというのは決めていきましょう。で、さらにギャンマリーネ。これは海兵隊仕様っていうことかな。我々は、ゲルググとギャンのコンペで、ギャンがね、採用されたので、本来だったらここはおなじみのゲルググマリーネになるところだと思うんですが、ギャンマリーネになっています。そうですね。海兵隊仕様を想定した機体。さらに、その指揮官機が配備可能ということになっています。さらに、ハイゴック。ハイゴックはね、新ギレンの野望では相当手こずりましたけど、今回もね、サイクロプス隊とかに配備を進めていきましょうか。で、アプサラス3も配備ということになるので、これはアンザムの代わりにね、アプラサスを配備していきましょう。アプサラスですね。どうも、アンザムの火力がね、不足してきていたところなので、これは助かります。で、さらに緊急事態が発生。何事だ。オセアニア地域に、連邦軍が侵攻。トリトン基地かな、最新のモビルスーツで侵攻してきているのか。ガンダム、その強さはね、前回も目の当たりにしましたけど、ガンダム、あるいはそのガンダムに近い能力を持ったモビルスーツが出てくると、前衛部隊が壊滅するのは間違いないので、モビルスーツの編成、部隊の編成もね、少し頭を使っていこうかなというふうに思っています。で、連邦軍の目的はやはりトリトン基地。しかもその目的は核兵器ということですね。ここにある核兵器貯蔵庫はね、我々が発見して封印をしたんですが、それを奪還しに来ているということになりそうです。なんとしてもね、ここは阻止をしていきましょう。で、ウォルターから幹部会議の協力依頼。地球方面軍は連邦のオセアニア侵攻によりかなり混乱している。司令部では大至急現地に増援を送るべきとし、グラナダに海兵隊の派遣を要請するつもりです。これはじゃあシーマが出てくるのかな?だとすれば強力な戦力になりますよね。ただし、サイド2の毒ガス注入作戦の実行部隊でもあった、シーマの海兵隊なので、悪名も高いということで、ウォルターはこれは反対ですね。シーマの派遣要請を反対すると。でこれに賛同してほしいという意見ですね。いや、これはね、断りましょう。つまり、シーマを要請する側に回ります。なんとしてもシーマを登場させて、できれば、幕府隊に入れたい。それくらいですね。では、二つの幹部会議の内容。一つ目、主力兵器の量産。二つ目が、今お話のあった、海兵隊ですね。これを見ていきます。主力兵器、つまり量産した時のコストを下げるのを、ゲルググ初期生産型にする。いや、ゲルググ初期生産型はエース機だからな。ただ今のザクにしておく必要ももはやないので、ここは一度じゃあ賛成しておきましょう。で、その後に、ギャンマリーネに変えていきます。はい。では、ゲルググ初期生産型に量産化変更されました。次だよね。何としてもシーマを派遣する方向に持っていきましょう。そうすれば戦力が大幅にアップするのは間違いないと思いますので、海兵隊の派遣を要請する。これに賛成をしていきます。で、敵がね、少なくても2、多ければ3という状態になると思うので、劣勢になった時にね、迅速に回収をしていきたいというふうに思います。
ここで海兵隊を派遣できるかできないかで決まってくる。ユーリとマクベだけですね。ここはじゃあ頑張っていきましょう。ここは先制だね、先制。主張を先制で上げていく。で、この後ユーリも同じ影響力を行使してくれれば、よし。これでだいぶ楽になるぞ。リードがこんだけ取れれば、余裕を持って進められそうだな。ガルマの主張がどれほどのものか。こんなものだな。ウォルターも主張か。これで追いつかれますね、きっと。むしろ逆転された。ここは再逆転が必要だな。んで、ユーリが一言言ってくれれば決まる。批判か。批判はね、熱意を下げるだけなので、論破だと影響力を下げることができます。これだ、論破。マクベ跳ね返してくれ。うわ、下げられた。ただここは冷静に主張すれば、ポイント的には足りそうかな。お、ウォルターが来た。危ない。これで決めないと負けてしまう。だここに来て、ただ、ユーリが決めてくれたね。うお、決まってない。マジか。持ってかれたか。反対ですね。これで、シーマの派遣は、つゆと消えた。残念ですが、しょうがないですね。さて、では、ニューギニアに敵部隊侵入ということなので、これの、防衛戦を行っていこうかなと思います。で、それにあたってなんですけども、先ほど、ギャンマリーネと、ザク2回がね、新しく配備可能となりましたので、中身確認していきましょう。ギャンマリーナ3期編成ですね。耐久が145。うん。悪くはなさそうだな。これを前衛につけましょうか。で、中衛にドムトローベン、後衛にギャンキャノンっていうのが理想かな。ザク2回も3期編成の部隊ですね。耐久が85なので、まあ、ギャンマリーネに比べるとおおよそ半分、60% ぐらいの能力になってるかなと思います。ではこれで部隊を一度再編していきましょうか。アプサラス耐久470を、さすがだな。では部隊再編していきます。はい、では部隊を再編していきました。簡単にご紹介していきましょう。まず第一部隊なんですが、ここは黒い三連星を中心に組んでいます。前衛にギャンマリーネ、ここにマッシュとオルテガ。で、中衛にドムトローベンを並べました。後衛も同じくドムトローベンです。で、艦長はガイア。で、第二部隊。ここがですね、前衛にギャンマリーネ。これを3枚並べて、中衛にエース機のゲルググ初期生産型。ここにニムバスを乗せました。イフリートとゲルググ初期生産型ちょっと迷ったんですけども、まあ、ゲルググの方がね、まあ、中衛に置くには向いているかなと思いましたので、ニムマスのゲルグルをここに置いています。で、後衛にはギャンキャノン。ここの艦長はマクベに任せました。で、08MS 小隊関係をですね、この03部隊にまとめています。前衛にギャンマリーネ。これ3枚ですね。ノリス。あとはボンアブスト。で、アプサラス3にはアイナを乗せて、これがモビルアーマーです。で、ギニアスがガウを指揮するという体制。で、第4部隊が、まあ、キマイラ対モドキとでも言うべき部隊にしてまして、ここがですね、前衛にギャンマリーネを3枚、ジョニー・ライデンとかをね、乗せています。で、中衛にドムトローベン、後衛にギャンキャノンという構成です。ガウにはグリーンと。で、第5部隊、これがサイクロプス隊ですね。前衛にハイゴッグを3枚、中衛にもハイゴッグを3枚、後衛にゾク、ここに赤穴を登場させています。で、ガウにはシュタイナー。で、今まではゾッグを前衛に置いて、縦代わりに使ってたんですけども、
敵のモビルスーツもね、強くなってきていて、ゾックで受けきれないことが今後起きてくるであろうと。まあ、実際ガンダムと交戦した時はまさにそのことが起きてしまったので、ゾックを下げて3枚並べたハイゴックで1枚でも残ってくれれば、次のターンでね、AB ポイントを使わずに補充されるので、狙いとしてはハイゴック3枚のうち1枚でも残すという狙いです。で、第6、第7は残ったモビルスーツを当てがっています。ではこれで、出撃を行っていきたいと思います。はい。ではニューギニアの防衛戦ですね。ギャンマリーネとかね、だいぶ部隊強化しましたので、これで敵を撃破していきましょう。ペガサスにバスクが乗ってるのか。ヤザンも乗ってるね。ジムスナイパー2。これは強そうだな。ライラもいるね。モビルスーツでもう敵も固めてきてますね。スレッガーが艦長になってる。モビルスーツ3枚。ブライトがミディアカインに乗ってるのか。そうか。となると、アムロとかも出てきてそうだな。一応アムロは乗ってないかな。アクアジムがいるね。あのアクアジムをどこで相手するかだな。サイクロプス隊を派遣してもいいかなとは思いますが。一応じゃあ海にサイクロプス隊を出していきましょう。ここで敵を受け切るということですね。はい。これでニューギニアの防衛完了になります。ハイゴックをやっぱり失ってしまいましたね。合計6機。これは補充をこの後していきます。では幹部会議3件ですね。これは全部取りたいな。で、最初の2つ。に関しては、マクベの方から提案した内容になります。ビッシュ注意。これをね、獲得していきたいと思います。で、続いてもマクベからですね、量産機をですね、ギャンマリーネに変更してほしいという依頼になります。ギャンマリーネの方がはるかに優秀ですからね。ギャンマリーネの量産化が却下されたのか。ギャンマリーネは前衛なんで削られることが多いと思うので、今後生産を増やしておいた方がいいかなと思うんですけどね。では、フラナガン機関からの人材派遣要請です。テストパイロットの派遣が要請された。なるほど、モーゼスか。イグザムだったらニムバス派遣でいいでしょう。ニムバス派遣すると少しね、戦力はダウンしますけども、イグザムシステムが完成すれば、戦力の大幅アップは確実ですからね。ニムバスを派遣します。これはさ、マクベの部隊なんだから、マクベの一存で決めさせてほしいよな。マクベが派遣するマクベ隊のマクベが派遣するって言ってるんだから派遣させてほしいよね。ここは勝ちに行こう。はい。なんとか通しました。もうビッターがね、全く頼りにならない。これゲージ見てもらうとわかるんですけど、青がマクベですね。で、深緑がビッター。で、反対側は B チームの方なんですけども、黄色がウォルダー。オレンジがガルマ。で、薄緑っていうのかな。まあ、ちょっと色がくすんで見えるのがもう一人ということになっているので、まあ、2対3という状況、かつビッターが全く役に立たない。なかなかね、
厳しい戦いでしたね。ニムバス派遣でイグザム完成してくれれば御の字ですね。ではウェリントンに敵部隊侵入ということなので、これの防衛戦を行っていきます。では防衛戦開始していきます。ここもモビルスーツが強くなってると思うので、敵の出方を伺いましょうか。進行してくる敵を、迎え撃つという作戦でいきたいと思います。モビルスーツがもう間違いなく配備されてきているとは思いますので、ここにはハヤトがいるね。で、ここにもモンシアとかいるし、敵ももうモビルスーツ満載状態ですね。シナプス艦長。ここには、アクアジム。そしてセイラさんが乗ってるね。であれば、一度敵を迎え撃ちましょう。これで防衛戦完了です。今回は完勝でしたね。モビルスーツを失うことなく攻略できたので、 AP ポイントがね、だいぶ節約できるかなというふうに思います。で、幹部会議なんですけども、前回ギャンマリーネの量産化を発議したんですが、それが却下されてしまったので、今回ね、またギャンマリーネで押してます。AP ポイントを使ってしまうんですが、ここはどうしても欲しい。ギャンマリーネ。前衛に置いてるんで、やっぱり損害損傷が激しいので、欲しいですよね。で、ドームの発展型ドワッジ。よし。これで、ドワッジをドームトローベンの代わりにしておくというのがありかな。で、ニムバスを送ったフラナガン機関からの報告。何？イグザムの開発が思わしくない。まさか AP ポイントをくれというのか。幹部会議一件主力兵器の量産化。これは今お話した。ギャンマリーネの話ですね。ドワッジをどんだけ配備するかだな。では、まずはギャンマリーネ変更。これを通しましょう。うわ、マクベ一人か。苦戦だな。またも却下された。いや、ギャンマリーネ使えると思うんだけどな。しょうがないですね。では、部隊をね、また編成し直しますが、ドワンジを何個か要請しておきましょう。それでヒューエンデンの防衛戦に入っていきたいと思います。で、ドワンジがですね、こんな状態です。ドワンジは山、砂漠、水中以外はね、かなり使えそうな機体ですね。なので、これをですね、第一部隊の中衛と後衛に置きました。ドワッジを。で、前衛は変わらずギャンマリーネですね。では、これで防衛戦始めていきます。では、まずここも敵の出方を見たいので、敵の編成を見ましょう。怖い怖い。ガンダム。あるいはそれに準ずるようなね、機体がないかどうかだけは確認をしておきましょう。敵のモビルスーツ、連邦のモビルスーツもだいぶバリエーションが出てきてますね。なので、油断はできないかな。アムロがいるね、デザートジムに。セイラさんと一緒に、デザートジムに乗ってる。ここは小島さんだな。OK だ。そしたらここも迎え撃つ体制でいきましょう。前に出るのではなく、前に出てきた敵を叩くっていうね、方針でいきたいと思います。特に、ドワッジのね、強さというか能力というか、それも見ておきたいし、ここは慎重に行動しましょう。
はい。ここも無難に攻略できました。モビルスーツの性能、敵も上がってますけど、味方も上がってるので、戦術でね、先制攻撃をしっかり加えられれば、まあ、ダメージ少なくクリアできるかなと思います。ウラガンからですね、閣下大変です。エグザムの開発に当たっていたモーゼス博士が逃亡、連邦に亡命。そうか。どうする？できればエグザムはね、ニムバスも派遣してるので、しっかり回収したいですよね。投資した分は。では、幹部会議2件です。主力兵器の量産とモーゼスの追撃要請について、2件やっていきます。ギャンマリーネ指揮官機が、ガルマもアホすぎるなぁ。ここは、指揮官機を量産化する意味あまりないので、反対していきましょう。はい。これはね、最終的にはガルマも自分の主張がいけてないと気づいたんでしょうね。意見を取り下げてくれました。では、ニムバスからの提案。モーゼスの追撃ですね。ここはモーゼスを追撃させる。イグザムを取り返してもらおう。ウォルターとガルマが敵に回るな。ウォルターとの有効度が少し下がってきてるのが気になりますが、まあ、ここは何としても意見を通していきます。はい。これでニムバスの追撃は、連邦軍対して行うということで、決定したので、ニムバスに追撃を行ってもらいます。さて、ではトリトン基地のね、防衛戦を始めていきましょう。核兵器貯蔵庫が奪われるわけにはいかない。部隊の方はですね、もう十分な戦力持ってますので、このまま、迎撃戦を始めていきたいと思います。ではトリトン基地の防衛戦始めていきます。ちょうどこの湾みたいになってるのがコロニーが落ちた後なのかな。では、敵の部隊また確認していきましょう。ジャミトフがいるな。ここには、ジムコマンドが配備されてますね。さらに、後衛にはジムスナイパー。まあ、ここは敵もモビルスーツ満載で来るね。アムロもいます。モビルスーツ満載で来るのであれば、なおのこと先制攻撃は絶対にこっちからしたいので、まあ、そのためには、一歩下がって敵が進行してくるのを待ちましょうか。で、一度敵を引きつけてから一斉攻撃を加えていきましょう。どこまで敵を引きつけるかというのはもちろんありますけどね。はい。これでトリトン基地の防衛完了です。今回もモビルスーツは失わずに済みましたね。AP ポイントカツカツなんで、なんとかね、節約しながら進めたいという中、損害なくクリアできたのは良かったかなと思います。イグザム追撃部隊より報告。うん。ニムバス隊は自ら試験機で出撃。モーゼス博士も抹殺。おお、いいね。しかし、連邦軍のイグザム試作機と交戦。戦死か。まあ、しょうがないな。まあ、投資した分の回収はできなかったということですかね。というわけで今回はね、トリトン基地の防衛戦をお届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか。
次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思いますので、皆さんの応援引き続き、よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。